こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはライカのオールド標準レンズの中でも飛び抜けて人気の高いモデルとなっております。こちらがルミルックスの 50mm 第1世代前期タイプとなりますね。はい、この美しいフォルムから貴婦人の異名を取るレンズとなっております。シリアルが1757111ですので、これが1960年ですねの、ドイツ製ルミルックス 50mm ということになりますね。はい、標準レンズで人気のレンズオールドレンズというと、ズマリットなんかも非常に人気が高いレンズなんですけれども、こちらのズミルックスはですね、もう完全に飛び抜けて人気の高い、もう別格と言っていいぐらいのレンズとなっておりますね。前期タイプと後期タイプがありまして、こちらの時代の前期タイプはですね、モノクロ向きの設計がなされておりまして、後期タイプになるとカラーネガフィルムがたくさん、台頭してきますので、カラーフィルム向きの設計に変わってるんですね。でもってズミルックス 50mm は第2世代があるんですけれども、このズミルックスの第1世代後期はですね、中身が第2世代とほぼ全く一緒になってるんですね。なので、まあ、純正なこの貴婦人ズミルックス第1世代は前期タイプだけと言ってもまあ過言じゃないのかなというふうに思いますね。はい、ということで非常に数も少なくて人気の高いこちらのズミルックス50mm 前期タイプになっております。ぜひお早めにチェックをお願いいたします。では外眼から見ていきます。今回も非常に綺麗な個体をですね、買い取らせていただきまして、目につくすれ当たり、へこみとか強くぶつけたり、こすったり、落下したりというような跡は全く見当たらないですね。はい、マウント部の摩耗もありませんし、使用感という使用感はほぼ見当たらないと言っていいと思います。こういう汚れの詰まったりとかですね、もうもちろんしてないですね。はい、レンズも前玉、後玉ともに擦り傷、引っかき傷、コーティングの剥離とか摩耗などなく非常に綺麗ですね。外観につきましてはこの動画と画像も多く掲載してますので、客観的にもご確認をお願いいたします。はい、で中玉にも曇りカビ、バルサム切れ、チリホコリの混入など目視で確認できませんので、非常にクリアな状態キープしている個体と言っていいですね。はい、近年ではですね、どうしてもバルサムが発生したりとか曇りが発生しているものがありますけれども、この個体はほぼそういったものが見当たらないので、だいぶ貴重な個体と言っていいと思います。絞りの動きも軽快で滑らかですね。腫れの痛みとか、油の乗りも見当たらないですね。軽快に動いております。ピントのヘリコイドも滑らかにいっぱいまで一定のトルクで動いてますね。グリス切れとかグリスが固着して動きムラがあったりなどは全く感じないですね。はい、付属品がリアキャップとフロントキャップですね。それとこのズミルックス 50mm 専用のフードになっております。フードも綺麗ですね。痛みとか見当たらない感じです。こう挟み込み式で、はい、装着していただきます。はい、でもって今回、まあ、おまけですね。はい、まあおまけなので、これは純正じゃなくてですね、はい、サードパーティー製のねじ込み式 UV フィルターになっております。はい、で、なんでおまけかっていうとですね、このフィルターつけるとこのフードが装着できないという欠点がありますね。まあつけられるんですけど、ポッて抜けちゃうんですね。純正品じゃないがためにそういうことが起きますので、気をつけてください。フードをつけるときには、フィルターはつけないようにした方がいいですね。はい、ということで、はい、こちらのセットでお届けいたします。はい、非常に人気の高いライカのオールドレンズルミルックスの 50mm 電気タイプになっております。もちろんこのままでも、撮影にご視聴いただいて全く問題ない非常に綺麗な状態ですけれども、念のため末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、
はい、非常に貴重なデミリックス50ミリの貴婦人になっております。電気タイプです。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。